皆さんこんにちは。今回はアップルサンドを作ります。まずはいつも通りの生地練りです。生地の硬さは普通くらい。練り時間は9分ほど練りました。生地が練り上がったら、グルテンチェックをして問題なければ一時発酵です。30度で65分発酵させてください。一時発酵中にフィリングを作ります。リンゴはお好きな量を使い、皮を取って薄くスライスしてください。スライスできたら耐熱容器に砂糖と水と一緒に入れてレンジで加熱します。600ワットで2分ほど加熱してください。加熱が終わったらシナモンパウダーとレモン汁を加えて混ぜてください。ここまでできたら数分置いてから水気を切ってください。フィリングが終わったら生地に戻ります。ガス抜きをして8分割に切り分けます。切り分けたら丸め直してベンチタイムです。20分ほど休ませてください。ベンチタイムが終わったら成形に入ります。まず2個の生地を丸く伸ばします。同じくらいの大きさに伸ばしてください。生地が伸ばせたらフィリングを乗せてください。次にまた生地を伸ばします。これも同じくらいに伸ばしてください。伸ばし終わったらフィリングを乗せた生地の上にかぶせます。かぶせ終わったら周りをしっかりと閉じてください。ここまでできたら二次発酵です。30度で25分ほど発酵させてください。二次発酵が終わったら表面に卵を塗り、シナモンパウダー、グラニュー糖をお好みの量振りかけて焼成です。190度で14分焼いたら完成です。